誰も知らないカリドイカレタコスケでござるサンブレイク発売おめでとうござるよ拙者も結局昨日寝ようと思ったのに0時まで寝れずそっから少しライブしてそして朝から3時間寝て起きて目が覚めてしまいまたサンブレイクをやるという日々で中盤の後半ぐらいまでねあのじっくりサブクエもちょいちょいこなしながら進めてきたでござるけどまあこの武器だったら序盤そんなに腕にかかわらず使っていけるかなといったところでござるよもう口頭で 説明しちゃうともうずっとやり込んできてあの慣れている人であれば上位防具の,あの最終装備とかであれば全然マスターランクの序盤そうでございますね序盤に位置する部分は問題なくいけるかなととなぜかというと。 あのマスターランクに入った直後の防具はあのライズの時と同様に制限がかかってるでござるね防御力に。で、よくよく見るとねそんなに高くないっていうか下手するとあのバルファルク装備よりも少し低めぐらいから始まるでござるよ。なんで防御力面に自信がない人は防御スキル。 こここれを乗せていううということになるるででござるで防具の話を簡単にしてしまうとあのー、既存の上位装備からマスターランクに上がったものでござるねカムラの装いとかそうでござるけど見るとわかるんでござるがこんな感じ。スキルがちょっと と増えた感じで、ござるよで防御力も、まあ、これね、あの、上位の状態だと、防御力自体はなんぼでござる。そんなないでござるけど、防御30から80に上がってるでござるけども、フル改造した固竜装備とか、上位の固竜装備とかと比べると遜色ないるぐらいの防御力。っていうイメージでござるゆえ、MR 防具に即乗り換えが必要なのは、鳴タ忠姫を倒したあたりで止まっている。もしくは駆け足で鳴タ忠姫をとりあえず、フレンドなんかと一緒に倒した。 防具等々がまだあのライズの中盤なんかで止まってる人でござるな。簡単に言うと防御力400に行ってない人は簡単に この辺の防具作れるでござるから、とりあえずなんか作っておくでござる。どの装備でもね、別に問題ないと思うでござるよ。すごい火力に特化するとかそういうわけでもないでござるから、どれを取っても、まあ、せいぜいね、ガード性能とかがついているものをガード付きの武器であれば選ぶかな、といったところでござる。個人的にバランス次いのはこれかな、ハンターシリーズでござるかね、簡単に作れて、ちょっと狩り必要でござるけど、攻撃と匠が乗ってるんで、どの武器を使ってもいいかな、といったところ。で、慣れてる人はね、 先ほど言った通り、やり込んでる人は上位の防具でも、もうかなりいけるでござるよ。で、武器でござるね。これね、拙者の予言通り、毒武器良かったでござるよ。特に序盤。中盤以降になってくると厳しくなってくる。というのは武器の性能の問題でござるね。他にももしかしたら、毒武器の創建はあるかなわからんでござるけどね。とりあえずこのね、ザ・キッドの派生が結構すぐ作れるでござるね。この通り。まあ、マスターランクの毒クリューなんだっけあ、 アンジャフじゃなくてあいつを倒せれば。 ま、すぐに作れる武器でござるよ。攻撃力230。切れ味が、えー、長い青ゲージになってるでござるね。そして、だいたいね、マスターランク入り立ての基準が、このカメラの武装陣の攻撃力240で長い青ゲージ。こんぐらいでござるよ。なんで、序盤としては、これ、破格の性能になるでござる。というのも、秒間30ダメージ。マスターランクでは毒ダメージが入るでござるが、この秒間30ダメージを通常攻撃でカバーしようと思うと、相当なテクニックが必要になってくるでござるね。で、あのー、弱点を狙い にくい人なんかは、足元等々でこれ切っていれば、あっという間に毒ダメージが入るでござるから、その毒ダメージで稼いでいく。秒間30だと、結局のところ、500秒でずっと入れ続けることができればね、危なくないところで。えっと、なん、1万5000ダメージぐらいでござるか。あの、体験版のメルテナの HP が2万の中盤ぐらいだったんで、まあ、大体どのモンスターでも、毒さえ入り続けていれば、 比較的早く倒せるんではないかなと。いったところでござる。実際使ってみて、特に属性武器とかで弱点つかなくても、これはね、いい感じに敵を枯れ、モンスターを枯れたでござるからね。ただ、えっ、ー、と、ちょっとネタバレがあるかもしれんでござるが、ちょっと上の方に行くとこの通り、属性と攻撃力とゲージの色的にも、えー、一段階というかね、かなりボッと上がるでござるね。さすがに、230から270になって、会心20の属性31の、 で、すぐ白ゲージが出るところまで行ってしまうと、まあ、それでも弱点をガンガン狙えないのであれば、ワンチャン、毒の方が軽く出る可能性はあるでござるけどね。ただ、ある程度、あの、肉質やらいところが狙え、狙え、狙えるようになると、こういった武器が強くなってくるかな、といったところなんで、ほんと、序盤にお世話になった武器、といったところでござろうか。これでござるな。で、これは、双剣だけに、 限らずといったところ。まあ、武器、ちょっと全部見てないでござるけどね。武器、毒武器がどれくらい出てるか。まあ、この辺でござるね。メスカリュウとかも、ある程度進むと手に入る。毒クリュウ、まあ、毒クリュウの太刀かな太刀はね、まだ他の武器にも強いのあるかもしんないでござるけどね。なんで一番最初序盤この辺がいいんではなかろうか。ガンランスとか、フルバレットファイヤーが強いので、フルバレットファイヤーと毒でかなり、おー、いけるでござるかこれあるでござるかあるでござるね。 ヒルブゴーラ回、コイルグ260で拡散型のレベル5。まあこういったあたり、序盤の毒武器っていうのを一つ狙っていくと、序盤。言うてでも、 タコスケその序盤だけで9時間ぐらいやってるでござるからね結構なモンスター倒したでござるよ多分20匹ぐらい倒したでござるから毒武器作っておくと便利かなといったところでござる毒武器作る時にえっときに気にしなければいけないのはまあ最低ラインの,あの毒属性これ毒属性が低いと話にならんでござるからね毒属性はある程度確保できたらいいかなといったところでござるよそして防具でおすすめというのはね特にまたこれって決まってないでござるけどタコスケの防具はこんな感じ スキルで言うと、攻撃力7、独属性強化、合人研磨、心眼、砥石、高速化、満足感、掛けり虫使いあたりは確か5席でござるね。見切り、早食い、腹屈と。これ、えっと、マスターランクの防具は2いだけでござるが、え、インゴット、グリーブに関しては、ほぼスキル構成が変わらないので、ぶっちゃけ、 特殊なものはこの胴体だけでござるね。このランポスメイルも4スロが入っていてそこに早食い2を入れられたので入れただけなんで別にこれじゃなくてもいいでござるよ。この通り今上げられる防御力だと94しかないので他の,いあのレベル11の防御とそこまでね大きい差が出ないでござるよ。確かバルファルクが90だったでござるかね。そんな感じでござるからとりあえず まあ、合人研磨は、まあ、武器種にもよるでござるね。結構、どの武器も、最初、白ゲージが匠で出るかなぐらいの性能なんで、匠が出る場合は、合人研磨を出しておくとかなり火力が上げられるかなといったところ。それから、新眼でござるねこれは、双剣とか弾かれる武器。 まあ、先ほど言ったガンランス等々で、毒で攻撃するのであれば、心眼をつけていくこと。青ゲージだと容易に弾かれるでござるね。白ゲージの武器がマスターランクに少ない。 現状、序盤であると、この心眼かなり実用性高いでござるから、ぶっちゃけ双剣使ってる上では、心眼必須でござったな。心眼あった方がいいでござるね。あとは毒属性強化。これは毒に頼る場合と非常に必要になってくるでござるよ。逆にね、ずっと毒にしないのであれば、あえて毒にこだわる必要はないでござるから。これはまああくまで一例として。あとやっぱ不屈でござるな。あのー、マスターランクの感想で言うと、こちらの武器がある程度、まあ毒で攻撃している分にはそんなに時間かからんでござるよ。 短いものであれば10分タコスケでも切れるぐらいでござる。が 攻撃力に関しては、こっちの防御力があんまり上がらないのもあるで,あるでござるけども、今457でござるね。なんだろう、序盤から中盤まで受けるダメージ的にはそんなに変わらず、序盤から結構痛かったでござる。なんで、不屈みたいな、あの、セーフラインのスキルってのは入れておいた方がいいかなと。なんやかんや、タコスケはそうでござるね。砥石高速化、満足感、かきり虫、早食い、不屈。この辺は自分が攻撃を食らった時のリカバリーとして入れてるでござるから。まあ、全然攻撃 食らわないよっていう人はそういうところを切って火力に回すのもいいかなといったところでござるかねまあたいそんな感じでござるか今んところのざっとした感想になっちゃったでござるけどもとりあえず序盤は毒武器が万能だったでござるよと特にねあの属性が絡む武器種でござるな属性が絡む武器種に関しては毒属性をおすすめするよといった感じでござるよさあもうだいぶ喋ったでござるねサンブレイクまだまだやり込んでいくでござるよ Team 回れ、回れ、やれ風車。また同じ場所へ帰って。揺れて、揺れて、果て学心。君は知らない、ま。あ